南極大陸南極のブース島、南極横断山脈のフリクセル湖 EN、レークフリックスルを覆うブルーアイス EN、ブルーアイス。カナダ氷河 EN、カナダグレーシャーや、その他の氷河の通る水。湖面で淡水が凍結し固定の塩水を封じ込める。南極の地理が対象にするのは南極周辺に限られるため氷の世界と言っても良い。南極大陸は、 地球の南半球に位置し、南極点からやや離れたところを中心に非対称に広がり、南極圏の南側にほぼ収まる。世界の太陽の南部に取り巻かれるが、出展によってはこれを南極海とも太平洋、大西洋、インド洋の南部とも言う。面積は1400万平方キロメートルを超え、大陸としては5番目の広さで、ヨーロッパの約1.3倍にあたる。 南極の98%は南極氷床に覆われているが、これは世界最大の氷床かつ世界最大の淡水の貯蔵庫でもある。その厚さは平均 1.6km で場所によっては大陸の基板岩が氷の重みで海面下 2.5km まで沈降したところもある。氷河に由来する故障も生じる。氷床の周辺には棚氷と氷湯がある。 岩が露出したままの土地は大陸面積の2%に過ぎない。南極はロス海とウェッテル海に挟まれ、くびれた部分に近い山地で、西南極と東南極に分けられるが、この境界はグリニッチ四五線にほぼ沿っており、西半球と東半球に対応する。この考え方がヨーロッパ中心主義であるという批判も一部にあり、小南極、 大南極と分類することもある。西南極は西南極氷床 EN ウエストアンタークティックアイスシートで覆われている。この氷床が将来溶けてしまうのではないかという懸念が持ち上がっている。もしそうなれば海水面は短期間に数メートル上昇するだろうと言われる。南極本土には噴気や新しい火山灰が確認された活火山が4つある。 活火山ではない火山で最も標高が高いのはシドリー遺産で海抜4285メートルである。南緯60度以南の太陽は南極海と呼ばれている。南極海上の島々では複数の火山で火山活動の記録が残っている。以下も活火山と考えられる。ありがとうございます。